はい、野沢でございます、ではファイナルファンタジー16引き続きやっていきましょう、では、3リーズ7ですね、移動していきたいと思います。はい、ロザリア、13年も経つのね。この風、青草の匂い、本当に久しぶりだ。一度も戻ってないの？ああ、ザンブレクのベアラー部隊では互いを監視し合う。裏切りや脱走があれば殺せるように。とても抜け出せなかった。それだけじゃない。戻るのが怖かったんだ。クライブ、でも戻った。君と一緒に。行こうか。望郷ですね。マーサの宿はこの先の高台にある。まずはそこを目指そう。そろそろ人も増えてくるわね。俺のベアラーの刻印が目立つかもしれない。しばらくの間、俺はベアラー兵、ジルはその主ということにしよう。了解だ。うわー、綺麗だね。あれ？あ、ジル、ジル。いや、ちょっとジル。大人に、え？じゃあ、ザンブレクのベアラー兵がこんなところで何してんだ。しかし、マーサの宿の飯はうまかったな。え？強いかな。やってみようか。あ、でもレベル9か。あ、なんか失敗した気がする。よし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 。うわ、やっぱり。パーリー行けたYou!
うわ、ちゃ、あ、あ、いけた。うわ、ちょっと危ない。余計なことするんじゃなかった。むっちゃ強かった。よし。レベル19だもんな。一生だもんね。まあいいか。あ、これ普通の。あ、違う。え、これ敵？え、サブクエ？あれ？あ、復活してる？
建設途中の水道橋か。フェニックスゲートの惨事がなければ完成していたのかしら。そこの人、ちょっと手を貸してくれ。どうした？そこの人、ちょっと手を貸して。と、ようやく頼れそうな人が来たかと思えば、よりによってベアラーとは。いや、頼める相手がいるだけいいか。人様のベアラーを使うのは気が引けるが仕方ねえ。そこのあんた、一つ頼まれてくれ。見ての通り、俺の馬車はあの有様でな、チョコボたちが大事な積み荷を狙って群れてきやがった。急ぎの荷物だけでも先に届けたいんだが、ここを離れるわけにもいかなくてよ。そこでだ、この先のマーサの宿までひとっ走り荷物を届けてもらえないか。どうせ行くからいいよ。わかった、荷を預かろう。ありがてえ。こいつがその荷物だ。マーサの宿の馬屋番に渡してほしい。馬屋番からの報酬はそのまま受け取って構わんからな。あんたの主人に礼だと言っておいてくれ。それじゃあよろしく頼むよ。ここいけないんだね。やっぱりやってて。
マーサの宿まであと一息だ。そこどうやって行くんだろう。ぐるーっと回っていくしかないのか。あー、痛い。行けた。寄ってくんな。やめとけよかった。
え、なんかもうメインストーリーがほったらかしになってるんやけど。よし、セキュリティ戻ろう。やばいやばいやば、進まん進まん。あーでもなんかあそこ欲しい。これぐらいなんかいけそうな気がするんだけどな。よし、もうちょっとルート戻ろう。ここもなんかいっぱいある。お待たせ。あんたが馬屋番か。行商に頼まれて荷物を届けに来た。確かに俺宛てのようだが、ベアラーに荷物を預けるなんて。まさかあの行商に何かあったのか。馬車がチョコボに囲まれていた。しばらく動けないだろう。なるほど、そういうことか。きっといつものように大量のギサールの野菜を積んでたに違いない。ギサールの野菜を。あれはチョコボの大好物だ。
風が甘くて漏れた匂いに集まってきたんだろう。ここらの街道じゃチョコボを使って荷を運ぶ。だから餌になるギサールの野菜もよく売れるのさ。節度を守ってれば儲けれたものを。あの行商も少しばかり欲をかいたようだな。何にせよこいつは急ぎの荷物だったから助かった。あんたの主人にも礼を言っておいてくれ。よしよし、いい子だ。長旅疲れたろう。かわいいね。よし、ではやっとマーサの宿に向かいます。結構ねアイテムゲットしたと思うんだけど。ガブ、この宿の主人は仲間だと。話を聞いてみましょう。足が壊れちまってんじゃ。いいぞ。クリスタルの配給があれっぽっちだなんて、この先は不安。橋は修理中だ。もう少し待っててくれ。イーストプールまで急いで。通れない。揺れてる。さあさあ買ってって。いらっしゃい、安くするよ。よく冷えてるじゃないか坊主。魔法ってのは。ん？何屋さん？あるもんだけだよ。ほらよ。またどうぞ。はい、一周してきた。こんにちは。水道橋を建ててた方が恋しい。さすがに降りれんか。
なたがこの宿のご主人ですか？可愛いお嬢さんがベアラー兵なんて連れて私に何の用だい？できればロザリアで旅をするのに安全な道を教えていただければと。その前に気をつけるんだね、お嬢さん。今のロザリアで目立つことをすれば、たとえ誰のベアラーだろうとしょっぴかれちまう。そうなりゃあんたもただじゃ済まないよ。ならなおのこと教えてくれないか。ガブからあんたを頼れと言われた。こっち。すまなかったね。私はこの宿の女将をやってるマーサだ。シドたちの協力者ってところさ。隠れ家にベアラー兵の新入りがいると聞いてたけど、あんたのことだね。それでどこへ行きたいって？フェニックスゲートだ。どうしても確かめたいことがある。そうかい。なら駐屯兵が少ないイーストプール方面がいいけど、そちらへ向かう橋が壊れちまってね。私らも行き来ができなくて困ってるんだ。だけど修理しようにもうちの大工が戻ってこない。全く困ったもんだよ。戻ってこないってなぜです？さあ、仕事に出て行ったきりさ。もしや途中で魔物に。だったら俺たちが迎えに行く。連れて戻り次第急ぎ橋を修理してほしい。いいとも。こっちにとってもありがたい。悪いけど頼めるかい？マーサさん、その方はどこへ？堕落の門に続く橋の点検に下の湿地へ向かったきりさ。湿地には魔物も多い。急いだ方が良さそうだ。そうしてくれると助かるよ。湿地に降りるなら門の脇にあるはしごを使うといい。うちの大工はバーナードってやつだ。無事なようならそのまま橋の修理に向かうよう伝えておくれ。ガッテンだ。まずは橋のところまで行きましょうか。橋が壊れちまってんじゃ。門の脇にはしごがあると言っていたな。この辺りか。ベアラー兵か。あんまり変なことする。助けてくれ。今のはこの先だ。行くぞ、ジュ。まずいな。早く助けましょありがとうよ。おかげで助かったぜ。もしや大工のバーナードさんでは？ああ、そうだが、お嬢さんたちは何者だい？マーサさんの依頼であなたを迎えに来ました。そいつは面倒をかけたな。橋脚の点検を終えて一息ついてたところを魔物に絡まれたんだ。あんた方が来てくれなかったら俺は今頃おっちんでたよ。ご無事でよかった。やれやれ、マーサにも心配させちまったな。
イーストプールへと抜ける橋を修理するようマーサさんから伝言を預かっています。おっといけねえ、さっさと直せって言われてたんだ。急いで向かうとしよう。よし、ちゃちゃっと修理するから少しだけ待っててくれよ。はい。私たちもイーストプールへ急いでいたものですから、帰ったばかりなのにありがとうございます。なんのなんの、助けてもらった礼だ。ありがとな、お嬢さん。あとベアラーの兄ちゃんも。俺もシドやマーサと付き合いが長い。あいつらの活動のこと少しは分かってるつもりさ。そうだったのか。俺はこのまま作業を始めるから、マーサに報告だけしておいてもらえるかい。あ、わかった。橋は修理中だ。もう少し待っててくれ。今日も暇なんでしょ。あれ、どこから入るんだっけ。あ、こっちか。水道橋を建ててた。二人とも戻ったんだね。バーナードは無事だったのかい。ええ、今はもうイーストプールへの橋の修理を。やれやれ、よかったよ。魔物に襲われていたが幸い怪我はなかったようだ。北の黒の一帯が広がってるのか、ここらも最近は魔物が増えてきてね。今度からは傭兵に同行させるようにするよ。ありがとう、あんたたち。大したことはできないけど、橋の修理が終わるまでうちで少し休んでって。それじゃお言葉に甘えて。待つだけじゃ手持ち無沙汰だろ。エールでも一杯どうだい。うまくもまずくもないザンブレクさんだけど。いや、結構。この宿場はベアラーの数が少ないようだ。確かにあまり見かけないわ、この辺りで。広告の測量になって何かあったのか。オリフレムのクリスタル不足を補うためだ。何でもコートじゃドレイクヘッドからのクリスタル採掘量を削減してるって話でね。その影響で私ら民草へ配給も少なくなってたんだが、今度はクリスタルなしで労働できるベアラまで取り上げられるようになっちまった。ザンブレク公国はベアラをひどく扱ってきたけど、ここも俗領になってからは同じさ。いやあ、シーア、男の子を産んだそうじゃないか。赤ん坊はどうしたんだい。聞いてちょうだい。恐ろしいことにベアラだったの、おぞましいったら。まあ、なんてこと。お役人には届けたの。すぐに軍で処理してもらったわ。今日はその帰り。気が気じゃなかったんだから、何か悪いことが起こるんじゃないかって。そう、でも処理が済んだのなら一安心ね。ママ、ちゃんとした弟が欲しい。ええ、きっとそのうちにね。それまでいい子にできる？どう？わかった。信じられないかい。エルウィン様が治めていた頃のロザリアではベアラーはここまでの扱いを受けなかったものね。
でもこれが私たちの当たり前なんだよ。これを近くの修道院に届けてもらえないかい？あんたたちはあそこでしっかりと現実を見た方が良さそうだ。修道院というのは？悲しみの入り江にあるグレードモン修道院だ。あそこの院長とはちょっとした知り合いでね。マーサからの届け物だといえば通じるよ。わかった。はい、ではね、今回これで一旦終了したいと思います。次回はグレードモン修道院へ行ってマーサの依頼を届けるというところですね。はい、ではご視聴ありがとうございました。野坂陽でした。